皆さんこんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。嬉しいニュースが入ってきました。人気お笑いコンビサバンナの高橋さんが自身の SNS を通じてタレントの清水美里さんと結婚したことを発表しました。今回はサバンナの高橋さんとタレントの清水美里さんの結婚についてお話ししたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。2人はそれぞれの SNS を更新し結婚したことを発表しています。出会いは共通の趣味であるサウナとのことで、銭湯で肩を寄せ合うツーショットも添えられていました。ツイッターにはそれぞれ直筆署名入りの書面を投稿しており、高橋さんは先日タレントで俳優の清水美里さんと結婚いたしましたと報告。出会いは共通の趣味であるサウナを通して出会ったと語っており、大汗かいて大笑いしてる姿を見て大好きになりました。どんな時も楽しそうにしてる姿が素敵で、一緒にいるとめちゃくちゃ楽しいですと、幸せいっぱいの様子が文章から伝わってくるほどです。これから共に楽しく面白い人生を歩んでいきたいですと綴っています。清水さんも、初めましては二人の大好きな趣味であるサウナでした。どんな時も笑ってくれて、笑わせてくれて、どんなことも笑いに変えてくれる大きくて優しい大好きな人ですとのろけまじりに報告しています。ではここで2人のプロフィールを簡単にご紹介したいと思います。サバンナ高橋さんは1976年1月28日生まれ、京都府出身の現在46歳です。1994年に相方の八木真澄さんとお笑いコンビサバンナを結成しています。デビューからしばらくは関西を中心に活動していましたが、2000年代に入り東京へ進出。それからはコンビでの活動のほか、ソロでもバラエティ番組に多数出演するようになります。運動神経は全くないことで有名で、アメトーークの人気企画である運動神経悪い芸人を発案したのは高橋さんとのこと。特に大縄跳びが苦手だそうです。大のサウナ好きとしても知られており、レギュラー番組であるサバンナ高橋のサウナの神様を持つほか、自宅や別荘にもサウナを完備していることで知られています。お相手の清水美里さんは1992年3月5日生まれの30歳で、奈良県の出身。ミスフラッシュ2012オーディションのファイナリストです。グラビアでの活躍を経て、現在は俳優やレポーターなどとしても活動を広げています。サウナ好きで知られ、ラジオ番組清水美里のサウナイコに出演中です。2人は16歳差という年の差カップルですが、サウナという共通の趣味と2人とも関西人ということがきっかけになったようです。それでは高橋さんのコメント全文をご紹介しましょう。ご報告です。先日タレントで俳優の清水美里さんと結婚いたしました。初めて出会ったのは2人の共通の趣味のサウナでした。大汗かいて大笑いしてる姿を見て大好きになりました。どんな時も楽しそうにしてる姿が素敵で、一緒にいるとめちゃくちゃ楽しいです。これからも共に楽しく面白い人生を歩んでいきたいです。応援してくださってる皆さん、お仕事させていただいている皆さんに今後も支えてもらいながら感謝して頑張っていきますので、よろしくお願いします。高橋茂雄。続いて清水さんのコメント全文をご紹介します。先日お笑い芸人のサバンナ高橋茂雄さんと結婚しました。初めましては2人の大好きな趣味であるサウナでした。どんな時も笑ってくれて、笑わせてくれて、どんなことも笑いに変えてくれる大きくて優しい大好きな人です。これからも変わらず仕事も生活も楽しみながら一つ一つ大切に共に日々を積み重ねていきたいと思っています。皆さんいつも本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。とても私事ながらご報告でした。清水美里、いかがでしたか。何かと不幸なニュースが多い年末ですが、サウナが取り持った縁だけにとても心温まる話題でしたね。これから2人には熱々の家庭を築いていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。